立ち腹覗いた喫茶店微笑み見つめ合う見覚えあり空間あの声急になぜか綺麗になったのは荒れたとこなく私は自分から言い寄ったりしない別の人がくれたラブレターの異世界偶然を装い帰り道で待つわ好きなんだのよあなた嬉しいです。1曲目は待ち伏せ、私ねちょっと今日リハをしなかったんですけど、しおりんとねちょっと曲変わっちゃったどうしましょうって言ったらねどうぞやってくださいと、はい、やっぱりね私よりしおりはだいぶ若いんですけどね、なんかね昭和歌謡やっぱりこの曲は人気がある曲ですね。とても私も大好きな曲です。はい、では2曲目に選びましたのはですね、私のオリジナル、ずっとねあまり歌わないから歌わないのって言われちゃったんでちょっとお手元にもちょっと、配らせていただいたんですけど、焼き芋の歌、私一生懸命焼き芋をね日常ちょっとある企業でね売っておりますその、場所でもちょっとかけさせてもらってる曲なんですけど、 CD ができまして4月にちょっとできたので少しずつ販売させてもらっているんですけれども、その曲今日は一緒にね口ずさんでいただけたらと思います。はい、かずちゃんの焼き芋の歌という曲ですね。私が失敗したらどうしましょうはい、皆さんお手伝ってください。よろしくお願いします。美味しい、あちあちのしとしと、あちあちのしとしと、焼きたての焼き芋、いつも
本当にノンジャンルでやってるんで、今日も、最初が昭和歌謡で、次が今の、ね、お子様向けので、3曲目は、アニソンをで、ね、これはかかるは皆さんわかると思います。お願いします。
小雨降る道、はい、幸せです、ね、この後ろ の,、ね、あの映像ね、これ後で私見る の VTR とか見るのすごい楽しみなんですけど、自分だとね、あの必死で そこに映ってるんでしょうけどね、 あんまり、うん、分かんなくてね、後でおおとか思うんですね。本当毎月楽しみで、はい、また来月もよろしくお願いいたします。では最後の曲は、やだやだ、そんなことないないありがとうございます。はい、ね、いつもはカラオケの、ね、音源を使っていたんですけど、今日はちょっとピアノの音源で、はい、100万本のバラ聴いてください。小さな糸キャンバス、他には何もない、貧しい絵描きが女優に恋をした、大好きなあの人にバラの花をあげたい。ある日街中のバラを買いました。
バラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、彼女は真っ赤なバラの海を見て、どこかのお金持ちがふざけたのだと思った。小さなゲートキャンバス、すべてを売ってバラの花、絵描きは窓の下で彼女を見てた。100万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる。窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海。出会いはそれで終わり、別の街へ。真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生。貧しい絵描きは孤独な日々を送った。けれどバラの思い出は心に消え、100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、100万本のバラの花最後に100万本のバラで
告知ですか。はい、はい、何かありますか。はい、ね、またその CD をね作れたのもその資金がね、仲良しのひとみさんの、はい、蒲田の方のねイベントでちょっとね、はいはい、いただいた副賞でいろいろさせていただいて、その大会がまた25日にあります。はい、はいはい、それに出してもらいます。お、はい、ね、なんか賞が取れるといいなというちょっと貪欲な思いで参加するんですが、まあね、楽しいのでいろんな、はい、ひとみの歌ねみんな歌われるから楽しいですよね。はい、それとあと28日が月一でいつもソロをやらせてもらってるんですけど、昼間なんですね。でも今度夜ちょっと初めてやるので、三河島です。グレイスっていう、はい、お店ですね。楽しいとこなんでぜひ、はい、お食事付きでございます。はい、それらの情報を得るためには、はい、先ほども、カナリアちゃんの時に言いましたが、フライヤーにツイッターの、アカウントが載っているので、国民の義務ですからね、これね、本当にね、お願いしますよ、フォローしてあげてください。で、チェックチェックでございます。はい、というわけで、あ、和江さんはフェイスブックもやってますのでね、私からつながっていけばいいと思います。はい、というわけで、言い残したことはありますか。大丈夫です。大丈夫ですか。楽しかったです。はい、はい、じゃあ、石川和江さんで大きな拍手をありがとうございました。